三笠宮は、日本の高人新郎の宮号。ここでは高人新郎が設立した三笠宮家についても解説する。原頭手は高人新郎日由里子。三笠宮の宮号は、1935年12月2日に、高人新郎が青年式を行った際に賜ったもので、安倍中丸おの和が、天の腹振り避け見れば瞬実なる三笠の山に出し、 月かもに出てくる奈良の三笠さんにちなんで命名された。同時に大訓位に助せられている。1980年11月7日、長男の友人新王が結婚を機に、友人新王家として、三笠宮本家から独立。2012年6月6日、友人新王が後継者たる男子を設けないまま皇居。家族である、友人新王家は、三笠宮本家と合流。 2016年10月27日に、当主、高人親王が皇居。それに伴い11月16日、皇室経済会議により、高人親王比由里子を二代目当主と認定。現在の三笠宮家は、男子が不在であり、現行皇室天板上においては、高人親王比由里子、及び、友人親王比の部子とその子である、秋子女王、陽子女王の皇居、または、 功績離脱をもって、三宅が断絶することになる。初代当主、三笠宮高人新郎は、1915年12月2日に、大正天皇と帝名皇后の四、男として誕生。ご称号は住宮。の宮。1941年10月22日、高人新郎が25歳の折に、子爵、高木忠徳の次女、ゆり子と結婚し、以下の子女を設けた。五人の死女は、 名前が、うかんむり、おしるしが、きと、それぞれ同じ漢字の部首で統一されている。2016年、高人新郎皇居に伴い、高人新郎妃ゆり子が、三笠宮家の当主となった。高人新郎第一男子、友人新郎は生前、将来的に、三笠宮の宮号を継承すると考えられていた存在であったが、現行制度では、宮号は、 三宅の当主に授けられるものとされているので、当主ではなかった、友人親王、を、三笠宮友人親王と呼称することは、厳密に考えれば御用であると言える。なお、かつて三宅の講師は、若宮と呼ばれていたが、三宅自体の数の減少や、三宅に男子が生まれることがほとんどなくなったため、現在は、一般的な故障ではない。なお、友人親王は、 宮号は賜っていなかったものの、友人親王新農家として、三笠の宮本家から独立した政権を営んでおり、同家の当主となっていた。友人親王新農の皇居に伴い、同家の当主は、不在となった。宮内庁は2013年6月10日、友人親王新農の皇居時に遡って、肝心新農家が廃されたものとして扱い、同家の生員については、職員や皇族費はそのままで、 三笠の宮家に合流することを発表した。同年7月31日には、当主のいなくなった、友人親王新帝を、三笠宮東帝に改めることになった。秩父の宮家や高松の宮家、また、高窓の宮家では、新王の公共後に、親王妃が当主となっており、それが事実上慣例化していた。しかし、友人親王新能家では、後継の当主が定まらず、信子妃も、 また、もしを務めた、秋子女城も当主にはならなかった。ありがとうございます。